ブンブン、ハロー YouTube、どうもサルです。今回はこちらの商品が届きましたので、開封して中身をご紹介したいと思います。もうタイトルにある通り、今回届いたのが最新の iPhone である iPhone 11 Pro Max となります。では早速開封したいと思います。そして今回購入したモデルはこちらのシルバーのモデルになります。シルバーといっても今回のモデルはほぼホワイトに近いようなモデルとなっています。では早速こちらの中身もご紹介したいと思います。セット内容としては、まずは iPhone 11 Pro Max 本体、それから取扱説明書やアップルシール、USB 充電器、イヤホン、USB ケーブルとなっています。以上がこの最新 iPhone のセット内容となります。今回のセット内容から変更になったポイントとしては、この USB 充電器です。これまでは 5W のものしか付属していませんでしたが、今回のモデルはより高出力なモデルがついています。出力が上がったことによるメリットとしては、 iPhone を急速充電できるというメリットがあります。実はこれまで iPhone に付属していた充電器というのは、それを使って iPhone を急速充電することができないというのが欠点でした。今回登場した iPhone 11 Pro、 それから iPhone 11 Pro Max については、この高出力な充電器がつきますので、付属の充電器を使って急速充電ができるようになっています。さらにこちらの充電器は端子の形状も変わり、これまでタイプ A だったところがタイプ C になっています。ですので付属する USB ケーブルについてもタイプ C to ライトニングのケーブルになっています。それ以外のセット内容については、これまでのモデルとあまり大きな違いはありません。ではまずはこの日のために、この新しい iPhone 用のアクセサリー、液晶フォーカラス、それからケースを購入していますので、それぞれ取り付けたいと思います。保護ガラスについては日本製のガラスを使用したこちらのモデル、そしてケースについてはシュピエンの TPU ケースを購入しています。では早速それぞれを取り付けたいと思います。はい、ということで一通り保護ガラスを貼り付け、そしてケースの方も取り付けることができました。なおケースをもう取り付けてしまいましたが、今回の iPhone 11シリーズから背面のデザインが変更され、 Apple のロゴが上の方にあったのがちょうど中心に来ました。そして下の方に iPhone と入っていたのが、今回のモデルからその iPhone という文字も消されています。ですので、背面にあるロゴについては、Apple のロゴ一つだけとなります。また、今回購入したモデルは iPhone 11 Pro Max となりますので、カメラについては、今回初採用のトリプルレンズカメラとなっています。レンズの構成としては、標準、広角、望遠のレンズになります。前面については、後ほど電球を入れた様子をご紹介しますが、これまで同様、上部にはノッチのあるデザインとなっています。もちろん、ノッチの中には顔認証用のセンサーも含まれていますので、Android スマホとは異なり、高精度な顔認証ができるというのもこの製品の特徴です。では、早速電源を入れたいと思います。まずは初期設定を済ませたいと思います。はい、ということで一通り設定が終わりました。今回は初期設定の中でダークモードにするかどうか聞いてきましたので、初めからダークモードにすることにしました。特にダークモードにすると大きく変わるのが、この設定画面で背景が真っ黒になります。
次に通常のモードに切り替えると、このように背景は白になります。ではまずはこの新型 iPhone の性能を検証するために、アントツのベンチマークを行いたいと思います。はい、ということで結果が出ました。アントツのベンチマーク結果はこのようになっています。総合スコアが45万点、詳細見ていくと CPU は14万点、 GPU は21万点、 UX は77,000に、メモリは13,000となっています。 Android でも一部のゲーミングスマホを除くと40万点を超える端末というのはほとんどありませんので、やはり性能については iPhone の方が一歩進んでいるという感じはあります。ちなみに今自分が持っている最もスペックの高い Android スマホ、こちらの Galaxy Note 10 Plus についてはこのようなスコアになっていました。総合スコアが36万点となっています。現在販売されているスマートフォンの中でも、この Galaxy Note 10 Plus は特にスペックが高い Android スマホとなっていますので、やはり純粋な処理速度だけで見るならば、最新の iPhone を購入した方がいいということになりそうです。ただあくまでこれはベンチマークソフトの結果で、ベンチマークの結果というのは実際にアプリを動かした時の速度と完全に一致しません。そこで実際にアプリを動かした場合がどうか検証するために、動画の書き出し、エンコードの速度がどれぐらい違うか検証した結果もご紹介します。なお、今回の検証には、毎回同様、キネマスターを使用します。では、実際に書き出しを行いたいと思います。今回の書き出しの検証に利用する動画は、10分間の動画。そして、書き出し条件としては、フル HD の30フレーム。ビットレートについては 8Mbps としています。奥に置いているのが今回購入した iPhone 11 Pro Max、そして手前が Galaxy Note 10 Plus となります。では早速スタートしたいと思います。意外にも Galaxy Note 10 Plus の方が早く、約1分13秒で書き出しが完了しました。
これで iPhone 11 Pro Max の方の書き出しも完了し、その時間は1分34秒でした。ですので、先ほどのアンズツのベンチマーク結果では iPhone 11 Pro Max の方がとてもいいスコアをマークしていましたが、実際にアプリを動かした時の動作としてはサムスンの Galaxy Note 10 Plus の方が優れているようです。この辺がベンチマークソフトというのは参考程度にしかならないということを意味しています。それぞれでの計測結果はこのようになっています。それぞれ20秒程度の差しかありませんが、これが20分、30分と長い動画を扱うようになると、動画の時間が長くなればなるほど差が大きく開いてきます。ですので、特にスマホで長い動画の編集をされる方は、なるべくこの辺の処理速度の高いサムスンの Galaxy Note 10 Plus を購入した方がいいということになりそうです。ということで、今回は最新の iPhone である iPhone 11 Pro Max が届きましたので、開封する様子、そしてスペックを検証した結果などをご紹介しました。この iPhone 11 Pro Max は性能が上がっただけではなく、様々な新機能も搭載しています。その辺についてはまた別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。